長瀬エリアでは2008年以来北海道西崎村の平取アイス文化保存会とアイス文化振興研究推進機構の協力でアイス文化を紹介してまいりました。アイスの踊りは現代社会から突然異次元化空間へと私たちを誘い魅了します。アイスが動物をいかに観察し身近なものにしていたかということが感じられるような素朴な踊りや歌声を聞きますと、私たちは古い時代のゆりかごに乗せられたような心にさせられます。There are 500 tribal people, which are said to be indigenous people and ethnic minorities in India. Each have own religion and language. We are introducing the culture of Ainu, indigenous people of Japan, which will be valuable cultural exchange to both India and Japan. In Namaste India, since 2008, we have introduced Ainu culture in cooperation with the Ainu Cultural Promotion and Research Promotion Agency and Birasori Ainu Culture Preservation Society. The dance of Ainu will invite us into a space of different dimensions suddenly from modern society. When you listen, singing and dancing, you will feel in the thrill of old age. Enjoy Ainu dance. Thank you. チャンピオンでした。次に
クイムセ弓の前です。森へ狩りに行って木の上に止まっている小鳥、あまりにも美しくて、それを認めるかどうか迷って、でも持ち帰って家族の食事にしなきゃいけない、その迷いながら、美しい鳥を認める、その様子を表しているのがクイムセです。
私たちの歌踊りには関係ありません。調子をとっているのは手拍子だけです。日本みんな普通手拍子はこうやって叩きますよね。でもアイヌの場合は音が大きくなるように片手を止めて叩き下ろします。ちょっと顔を見にすると音が大きくなるので、ですから皆さんも手拍子で参加してください。それでは、大空を覆う鶴の様子からだきです。
カエル文化というか生活風習習慣、明治になって全て禁じられました。そのために、伝承されて、ね、忘れ去られていた。それを何とか掘り起こして今私たちは、練習しております。堀の踊りの、アンナホーレ、
ありがとうございました。はい、ありがとうございました。この辺を決めるように合わせて勇気を見てください。ありがとうございました。慌てずにゆっくり舞台から降りてください。特に子供さん飛び降りたりなんかして怪我しますので注意してくださいよ。これで私たち寺崎アイヌ文化保存会のアイヌの古式舞踊を紹介をさせていただきます。言うのを忘れてましたが、この歌踊りというのは国の重要無形文化財に指定されておりますし、ユネスコの無形文化遺産として登録されているものです。本日はありがとうございました。いやいらいけれスイングランド仕上げ、また会いましょう。